Welcome, dreamers of the internet. I am Bianca and this is my YouTube channel. Before we begin, we got new content uploaded every day, so be sure to subscribe and then click on the bell icon below to get notifications when they come out. All set? Then let's get the show on the road.
開始だ。行け。みんなのおかげだよ。
開始だ。
あんた、いいかもだぞ。 Bye.
みんなのおかげだよ。
さあ、行こう。なったね。なんとかなったね。
なんとかなったね。みんなのおかげだよ。
さあ、行こう。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。なんとかなったね。とかなったね。開始だ。いっけ。おら。やっ。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。
行け。 みんなのおかげだよ。
来はりましたな。あいつは、リュウジはどこに行きやがった。あいつについて良くない噂を聞いたぜ。エデンでハッカーを借りまくってるとかなんとか。何があったか直接聞きに来た。あいつの居所を教えな。じゃなきゃ逮捕すんぞ俺。こいつさっきからずっとこの調子や。話がややこしくなってかなわへん。お前こそどこの誰だよ。警察の邪魔すると職質すんぞ。ああ嫌やわ。こんなとこで油売れるくらいにおまわりさんは暇なんやな。東京のあっちこっちがえらいことになっとるように見えるわ。あっちの勘違いやったようやわ。ちいち嫌味な言い方しやがって。言われなくてもこれだって立派な仕事なんだよ。店では静かにしておばさんたち。誰がおばさんだ。わ私じゃないよ。エリカが言ったんだよ。なんだお前、可愛いもん連れたりつけたりしやがって。そのぬいぐるみどこで買ったんだ。こら根掘り葉掘り聞かせてもらうぞ。ああ、わけのわからん絡み方はやめなはれ。話がちーとも進まへん。これはリュウジの妹や。あいつの妹。アンさんときちんと話すのは初めてよね。このモブ側から話は聞いてますやろ。リュウジを捕まえるのに協力してもらいます。分かってる。私も参加する。お兄ちゃんはこのままにはしておけないの。そら話が早くて助かりますが。おい、いまいちついていけねえんだが。つまりお前らはリュウジをとっちめるために集まったってのか。それなら私にも一枚かませな。うちは又吉さんからあいつのことを頼まれたんだ。あいつが自分を見失ってるなら助けるのが私の役目だ。警察の助けなんかいりまへんわ。知り合いの知り合いは引っ込んでなはれ。これは身内だけの問題どす。うち？まさか、お前、リュウジの、あんなのか？はぁ？何キッポイ勘違いしてくれてますの？ハッカーチーム言う意味の身内や。あっちには、言うご飯という心に決めたお人がおるんや。もう一度言うたら、しばき通します。このヤンキー警官。誰がヤンキーだこれ。紛らわしい言い方したのてめえだろうが。警官侮辱罪で速攻逮捕だぞ。本当にこのメンバーでお兄ちゃんを追うのは不安しかないんだけど。待ちかて、警察と組むのなんてごめんやけど時間があらへん。足引っ張らんと約束するなら使ってやらないこともありまへんで。誰が足引っ張るか。現役の刑事なめんなよ。さっさと作戦教えな。話はそれからだ。計画の要はこっちでリュウジを捕まえることや。そのためにはまずエデンであの男を捕まえる。妹班には
バッチと一緒にエデンに行き、バッチがリュウジの足止めをしている間にリュウジのログインスポットの位置情報を割り出してもらいます。アンさんがログインスポットを割り出したら、私とこいつでそれを受け取ってリュウジをとっちめるってわけだな。いいじゃねえか、任せな。これは二度と使えない計画よ。必ずリュウジを捕まえなあきまへんで。心配すんなよ。よっしゃ、そうと決まればさっさと始めようぜ。おいお前、リュウジの射程は私の射程だ。面倒見てやっからよ、ついてきな。やれやれ、ほんにお上品な女子ですな。勝手に会議を終わらせて勝手に行ってしまいましたわ。しかしアンさん、覚悟は円滑、兄さんと戦うことになるんです。おばさんには関係ないよ。あのね、実はあれでとっても感謝してるの。協力してくれるって聞いてから後でお礼しなきゃってずっと考えてたし。マムモン、面倒な女子ばっかりやな。夕ご飯が恋しくなるわ。では位置に着いたぜ。いつでも始めな。あちらさんは準備できたみたいですね。やれやれ、警察とつるむなんてバッチも焼きが回りましたな。で、対象の動きは？作戦開始といきますかいな。こっから先へは通しまへんえ。エデンでこれだけ好き勝手しておいて、バッチらに挨拶もなしとは。フーリエのリーダーでもあろう男が随分らしくない真似してくれとるやないの。ユージハン、おやまあ、だんまりとはいけつやな。お兄ちゃん、私妹相手にその態度かい。下がり、ほんまにどうにかしてしもうたみたい。アンさんはアンさんの役目を果たしなはれ。俺の邪魔をするな。
ロートルとはいえ元レジェンド簡単には倒せまへんな。こりゃ長期戦はきついで。守備はどうや。待って、もう少しで捕らえた。ワームもこの座標をあの子に伝えて。分かったよ、エリカ。急いで。さて、あとは足止めに徹するのみやな。お待たせ。リュウジの位置情報を捉えたよ。急いで、足止めは長く持たないって。この場所なら近いな。急ぐぞ、ついてこい。
い、こいつリュウジじゃないぞ。おい、お前大丈夫か。くそ、どうなってやがる。ここにいるのはリュウジのはずだろ。攻撃が止まった。どうしたんや。消えた。おい、お前が送った位置にいたのリュウジじゃなかったぜ。どういうことだ。私たちの動き、お兄ちゃんには全部見透かされてたんだ。作戦は失敗というわけどすか。エデンにいたのもリュウジじゃなかったみてえだ。じゃあ本物はどこにいるってんだ。こいつのことは私に任せて、さっさと店に戻りな。これはただの刑事の勘だがな、嫌な予感がする。早く仲間と合流した方がいいぜ。エデンで戦ったリュウジはダミーで、ログインスポットにいたハッカーも何かに操られていた。これもリュウジの新しいデジモの力なんか。なんつーデタラメな。でもそこまでやるなんておかしいよ。どういうことや。私たちの追跡を巻くだけにしては手が凝りすぎてる。きっと他にも。いつからそこに。俺の狙いは最初からお前だ、フェイ。お兄ちゃん、そりゃまた何とも面白い話どすな。訳を聞かせてもらいましょうか。訳だと。千歳がエデン症候群になったのは誰のせいだ。千歳だけじゃない、お前たちのせいでアンダーゼロでたくさんのハッカーが犠牲になった。その罪は償ってもらう。まずはナンバー2のお前、次はユーゴだ。間違え取ったら堪忍な。今とんでもないことが聞こえた気すんのやけど。ザクソンは俺が消す。よう言うたわ。待って、お兄ちゃんやめて。千歳は私が何とかするから。今エデン症候群を治す方法を探してるの。神城の研究員が私に資料をくれて。お前に何ができる。みんなお前のために。エリク、お前の、お前、どう？エリカ、お前のせいで、お前のせいで、みんな消える。親父も、おふくろも、仲間も、お前も。なんでなんだよ。血眼になって治療法を探して、必死で働いて、絶対に頭を下げちゃいけない奴に頭を下げて、汚い仕事でダチまで裏切って、そうまでしたのに。それなのに。なんで俺より先。
先に死ぬんだよ。なんで？いつも俺が置いていかれなきゃならねえんだよ。お前が悪い。全部お前のせいだ。お前さえ、お前さえいなければ。そうだよ、お兄ちゃんの苦しみは、悲しみは、痛みは全部私のせい。ごめん、お兄ちゃん。私にはお兄ちゃんを助けてあげられない。けど大丈夫、きっと私が何とかする。お兄ちゃんの居場所は私が取り戻す。だからもう苦しまないで。ごちゃごちゃうるさいわ。わっちをこれだけ怒らせておいて仲良く兄弟喧嘩ですか。ずいぶん舐められたもんやな。待って、お兄ちゃんの話をさせて。飽きまへんわ。その男はうちの前で一番言うたらあかんことを言うた。ユーゴが手出す。そのノアチが許すと思うとるんか。波のやり方で済むと思うたら大間違いとっせ。やめて。Thank you.